もしもし。あ、リー君、さくらです。なんだ今自転車追いかけてるの。は、私が無茶してカードを一度に変えちゃったからダッシュが逃げ出しちゃって。それで言ってることがわからないぞ。とにかく大変なの。今どこだ。公園の中、図書館の方。よし、すぐ行く。大丈夫か。えらい早いな小僧。俺は別に。来てくれてありがとう。ダメ、カードが怯えちゃう。しかしこのままじゃ。私が悪いの。落ち着かせてあげればきっとダッシュはおとなしくしてくれるから。うん、分かった。ありがとうございます。さくらさんもよくお似合いですよ。ありがとう。何？別に。どうしたんだ俺。なんであいつのことばかり。落ち着いて己の心と向き合えば真に己が思うものがわかる。真に思うもの。それってどういう。あとは自分で考えろ。真に己が思うもの。ねえ、Bくんも明日一緒に行かない？テディベア展、きっと面白いよ。ね？ああ。マスコットクマさんプレゼントだって。やった。明日が楽しみですわね。うん、早く明日にならないかな。かわいいですね、さくらさん。俺は別に何も。だからその、君はさくらちゃんのことをとっても好きなんだね。どうして俺が。どうしたの。クマのぬいぐるみですよ。買われてましたよね、前に手芸屋さんで。リン君も買ってたの。もう誰かにあげた。ああ、今日は本当にありがとう。俺は別に。私ね、リー君がエレベーターの中で
な。え、好きにしろ。うん、シャオラン君。それじゃあまた明日学校でね。ああ。いらっしゃったんですね。リー君はさくらちゃんのことが好きなんですね。まだおっしゃっていないんですね、さくらちゃんにそのこと。俺は。さくらちゃんはふんわりですから、言わないとお分かりになりませんわよ。けどあいつには好きな人がいる。だからお伝えにならないんですの。それに、さくらちゃんを好きな方はたくさんいらっしゃいますわよ。さくらちゃんは超絶的に素敵で可愛いですから。分かってる。例えばどなただと。ヒイラギザワとか。ヒイラギザワ君はちょっと違うと思います。ヒイラギザワ君がさくらちゃんのことをご覧になる時の様子は、恋をしているというより、でも大切な人を見るような、本当に優しい感じですもの。よく見てるんだな、さくらちゃんのことですもの。心にしまったままでいい思いというのもありますけど、リー君の思いはそれでいいんですか。どんな思いも言葉にしなければ伝わりませんわ。着替え終わったよ。まあ、あ、これでいいのかな。素晴らしいですわ。今ビデオを撮ってきますわね。これ似合うかな。ああ。本当ありがとう。どんな思いも言葉にしなければ伝わりませんわ。あの。ほい。ありがとう、シャオラン君。シャオラン君？この前エレベーターに閉じ込められた時にね、シャオラン君って呼んでいいって。で、私のことはサクラって呼んでくれるって。なあ、ありがとう、シャオラン君。何が。さっき泣くなって言ってくれて、いつも本当にありがとう。あの何。どんな思いも言葉にしなければ伝わりませんわ。あの、俺はお前がさくら、一緒にポーズや。親しい人にはな。じゃあ私も渡すね、シャオラン君にプレゼント。あ、でもお小遣いあんまりないから大したものじゃないんだけど。
やっぱもういないか。あ、シャオランくん。先に帰ったんじゃないのか。ちょっと時間かかっちゃった。シャオランくんは何してたの？いや、別に。まだ来てないみたいだな。じゃあな。あ、シャオランくん。なんだ。はい。で、なんで。明けましておめでとうございます。でもどうして。みんなで初詣に行ってきた帰りなんだけど、ともよちゃんにシャオランくんにもご挨拶しとこうって言われて、それでお年始のご挨拶に来たの。これはこれは可愛いお客様ですね。ウェイさん、明けましておめでとうございます。ご丁寧なご挨拶ありがとうございます。明けましておめでとうございます。さあさあどうぞお上がりください。今お茶をお入れしますから。でもお邪魔じゃ。何をおっしゃいますねえ、シャオラン様。ああせっかくのお誘いですからお受けいたしましょう。うん、そうだね。どうぞ。お邪魔します。なんか甘いいい匂いがするね。本当ですわ。あの、はい、あ、その、ありがとう。はい。やっぱりお料理上手なんだね、シャオランくん。ん？さくら様。はい。いえ、シャオラン様のことを名前で呼ばれるのは今までご家族の方だけだったので。そうだったんだ。今年もよろしくね、シャオランくん。